おはよう。はい。この春大学生になった白井由紀さん、渡し船で通学するのが日課になっています。とても驚かれます。なんて言われるの？普段で通ってるのみたいな感じで言われて、で一緒に乗ろうよって言って誘ってます。対岸の豊橋創造大学に通う白井さん、船で過ごす5分間は特別な時間だと言います。朝から自然の空気を味わえるとか、心地よく行けるので、すごい優雅な感じで通っています。豊橋市を流れる一級河川豊川、牛川町と大村町の両岸をつなぐ渡し船は牛川の渡しと呼ばれ、平安時代から続くとされています。全国でも珍しい手漕ぎの渡し船、70メートルほど離れた対岸へ向け、船頭は風向きや水の流れを見ながら竹竿で船を操ります。この仕事のいいところって何ですかね？一番いいところは人の愛に触れられるここが好きな人が来てくれるので、愛を感じるんですね。船頭を務める荒津圭司さん、もともとカヌーが趣味だったといい、7年前サラリーマンから転職しました。昭和初期に市営交通となった渡し船、民間に委託された今も運賃は無料です。ありがとうございます。いらっしゃい。行きます。少子化などで通学客が減り、近年は利用者数が減少していましたが、コロナ禍では屋外の乗り物として地元で注目を集め、11年ぶりに利用者が1万人を超えました。よく散歩でここ来てて、そのついでに自転車で船乗ってみたいっていうことで。楽しかった。ねえ、こんななんか優雅な。そう。こんな気軽に乗れると思った、うん、気持ちいい、気持ちだった。時の移ろいを見つめてきた渡し船、船頭の荒津さんには忘れられない出会いもありました。4年ぐらい前までは高校生が結構通ってくれてました。一人例を挙げれば、高校1年生の時の冬だと思うんですけど、あらちゃんこれ使ってって言ってカイロをくれて、でカイロにまあ寒いけど頑張ってねみたいなことが書いてあって、まあその気持ちがとても温かかった。すごく嬉しかったです。うん、うん、ダメです思い出しただけでも泣けてきます。うん、とても嬉しい気持ちです。うん、いい感じですね。うん。さりげなく温かいプレゼント。女子生徒は高校の卒業とともに通学では使わなくなりましたが、夏になると友達を連れて渡し船に乗りに来るなど、荒津さんとの交流は今も続いています。そして22歳になった女性は先週女の子を出産、退院したら子供を連れて荒津さんとの再会を約束しているんだそうです。船頭って、まあ、まさに運命、命を運ぶね、すごく船頭にあった言葉だと思うんですけど、運命的なこの渡船の出会いかなっていうふうに思うんですね。まだまだ子供が少なくなったとは言っても、
まだ学校に通っている子はいると思うので、学校で自慢できるような都線にしたいなっていうのは僕が思ってます。